が回答者となり、MC が力を合わせることでチームワークを鍛えようというコーナーです、うん、制限時間2分以内に8問回答できればクリアとなります。ポイント制で10回クリアできたら何かしら MC2 人にご褒美をご用意しますということで、あと2回そうクリアしたらもうパターンがさ出てきてて、舞、うん、が出題してくれる時がクリア率が高い。そうだね。で僕が出題する時はクリア率が低い。ジェスチャー使ったらダメって。ジェスチャー使ったっけ？あ、バント。バント。すごいの、もう先々週の話を。結構人気のスタイプだね。ま、だすごいよ。失格ってびっくりした。あ、失格。ジェスチャー使ったら失格って。じゃあ帰っていいの？失格だったらもう。あ、そうなの？うん。全部消しますよ。あれ。はい。怖い。今まで良かったの全部消すって。あと2回だって僕もう絵がもうあれだからね。もうマジかだから。もう絵もう写真も撮ってるけどあの絵。なんかこの間おさらいしてたの、これがもうすぐうちの玄関に飾られるんだなと思ったら、本当にやっててよかったなと思った、この番組。これ凛太郎さん、わからないのあるよ絶対。嘘、マジで。これわかるかな。どういうことよ。わかんない言葉だったら怖いよ。分かる。どっちがいいと思う。これがいいよね、かわいいよね。うん、こっちがいい。これがいいよね。うん、こんなにしようと思ってる。超いいね。うん、超かわいいでしょ。かわいい。ね、あ、もう嬉しいよ。ありがたい。でもやっぱ2枚追がいいから、やっぱこれ1回クリアしたら、まずこっちにして、次あと1枚にしたら。そうだね、うん。2枚並べた方がかわいいと思う。並べた方がやっぱ余計にかわいいかも。うん、何？僕はわかんないことがあるの。これよ、りんたろーさん、ちょっとこれわかるかな。わからないんじゃない？まあ、やってみましょう。じゃあ、じゃあ一応もしわからなさそうだったらヒントでこれ見せようか。え、あの名前消して。あ、名前は、あ、そうか、名前がわからないかもしれないんだ。そうそうそう。ああ。やってみようか。まずやってみようか。やってみようか。わかっててほしい。いきます。藤子不二雄。怖い。あ、怖い。怖いアニメ。販売員。はい、笑うセールスマン。ピポン笑うセールスマン。ポルターガイスト。怖い。幽霊。写真。心霊写真。あ、違う。起きる。こと。起きること。頂上現象。ああ、惜しい。心霊写真。ああ、そんな惜しい。心霊現象。ピポン心霊現象。アニメ、大阪、昔。ジャリコチエ。ピポンジャリコチエ。夏おいしい三つ星。夏おいあオリオンビールの。あ、そっか、ビール。はい、正解ビール。沖縄、那覇しかない乗り物。モノレール。ピンポン、モノレール。りんたろーさん好き。マリー見ない。あー、怖い。ダブルの悲劇。怖い。ゾンビ。ピンポン、ゾンビ。あー、次、肌できる。いや、ニキビ。ピンポン、ニキビ。やっていこうね。アニメ、鳥山明、孫悟空、友達、小さい頃。ドラゴンボール。の、友達、名前。クリリン。ピンポーン。クリリン。クリリンが分からなかったんだけど。あ、クリリンでちょっと分かったんだ。やったー。すごいね。1分19秒。すごいね。すごい。すごい。間違った。そうなんだ。やったー。1分 19? 1分19。だからこのパターンがうまくいくんだよ。そう、マリが出題、僕が答えるが。心霊現象が難しかったんだよね。もう心霊写真と、うん、なんちゃら現象合わせるしかないと思ったわけ。あー、出来事って言ったんだね。そう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 、はいはいはい、もうちょっとで僕ギボアイコンって言ったんだから。最近ホットの話題だからね。ホットの話題だからハマってるから、ギボアイコンさんに。やったね。やったよ。あと1回で10回クリアってことだよ、うん、いやーもう本当にここまで来るのにはね、うん、たくさんの皆さんにもっと支えていただいて。本当にまさかあのちょっと本当にポロッと言っただけは絵が欲しいって。そうだよね、これ欲しかったんだけど、うん、買おうと思ったけど買えなかったの。手が届かなかった、やっぱり。でもこうやってみんなの力合わせたら買えるんだね。あと1回だよ。あと1回。しかも何だったら、うん、プレゼントだから。
だからそうなんだよ、りんたろーさんもずっと頑張ってきてる、みんな見てるからさ社長も20年ね、はいはい、20年目だから今、局長もみんな、土方さんもみんな見てるから。本当そう、でもそんな言われたらなんか本当になんかちょっとこみ上げてきちゃうね、ジーンとしちゃった。頑張ってたよ、去年の台風の時もさ、りんたろーさんが一番お家が近いからって朝から晩まで放送やってたさ、耳寄り中学だよ。やったからね。でもあれ、曲のタイトル間違えてからさ、直彦さんから電話ってほしいよ。必ずやるのよ。間違いか。そう。でもそれでも頑張ってたから。そうだよね。やっぱそういうのみんな見てたからさ。いやーもうありがたい。じゃあもう来週には決着がつくかもしれないってことですよね。うん、いやー8月いい月になるな。やったね。遠い目。ガラスの青年さん、お題ありがとう。ありがとう。